武装錬金。錬金戦団とビクターにまつわる戦いは、戦士武藤一樹の活躍により終結を迎えた。現在、戦士たちはそれぞれ平和な日常に戻っていた。錬金戦団は、規模こそ縮小されたものの、頂上の合金、核金を管理し、錬金術の知識と技術を保全するため存続している。人々の日常を脅かしていたホムンクルスは、ほぼすべて月へ移住。だが、例外もいた。カズキの友とも言えるパピオンである。食人衝動がないパピオンは、ビクター化を抑える白い核金の生成に成功した功績を認められ、地上に留まることとなった。パピオンは、日常に溶け混じることのない非日常の存在となって、この世界を大いに楽しんでいる。カズキ、トヒコシ、ちょっと二人に話があるんだ。ん？三人ともどうしたん？何か大変なことでもあったのか？ある！あり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 あ今度の連休にみんなでここに行こうと思うんだけど、どうかな？なんだこれは！蝶の楽園パピオンパーク。世界中の蝶を集めた素敵空間で異世界気分。は、面白そうだな。蝶のことだからきっとおしゃれで楽しいテーマパークに違いない。カズキ、相変わらず君はおしゃれを間違っているぞ。なんでも世界中の蝶を集めたテーマパークらしい。今度の連休から一般公開するとか。何を考えているのかよくわからんが、これで世間を騒がすことがなくなるなら悪いことじゃない。そんなことはどうでもいい。俺はただカズキだけが今度の連休をストロベリーに過ごすのが許せないだけ。岡倉君、その言い方はちょっと露骨じゃないかな。露骨で結構。今度の連休は、まひろちゃんたちも誘って、みんなでパピオンパークに行く。これで決まりだ。なあ、カズキ、彼女ができたからって、俺たちを裏切ったりはしないよな。な。
裏切るも何もみんなで行った方が楽しいよ。今年はゴータもブス島もいるし。おー、心の友よ。話は聞かせてもらったよ。私たちももちろん参加します。私たちもパピヨンパークには行ってみたかったんです。張り切ってお弁当を作るから楽しみにしてて。まひろちゃんたちの手作り弁当か、テンション上がる。女の子の手作り弁当なんて初めてだな。すごく楽しみにしてるよ。で、どんな弁当を作ってくれるんだ？おにぎり？サンドイッチ？もちろん、みんなで楽しく遊べるようにスタミナ抜群のお弁当を用意します。遊んで体を動かすと甘いものが欲しくなるから、チョコレートおはぎなんかどうかな。何それ。おはぎのあんこの代わりにチョコレートでお米をコーティングするの。あ、でもお弁当だから保存のためにちゃんと梅干しも入れなきゃね。チョコにお米に梅干し。さあちゃん、チョコ大好きでしょ。きっと好きな味だと思うな。彩りのためにホワイトチョコとビターチョコと普通のチョコの3色で作ろう。さあちゃんならどれ食べたい？どれも嫌だな。飲み物も持っていかなきゃね。健康に納豆とちいちの好きなおしるこを混ぜたスペシャルドリンク。もうやめて。マッピーの話だけでなんだか胸がムカムカするよ。あ、そうかな。すっごく健康に良さそうだと思わない？思わない。手作りのお弁当はいいから、というかお願い作らないで。おい、カズキ、トキコ、盛り上がってるところ悪いが、ちょっと管理人室へおいで。何？はい、すぐ行きます。二人にお客さんだ。お久しぶりです。小生さん、大仙市長自らどうしてここに？大事な話があります。仙使武藤和樹、仙使津村時子、両名に任務です。これは錬金船団からの正式な依頼。任務？平和な日常に戻ったばかりだというのに。何かあったんですか？ご明察。昨夜錬金船団宛に招待状が届きました。パピヨンからです。やあ、武藤和樹、元気にしているかい？俺はもちろん元気ビンビン。超人パピヨンの活躍は耳にしているだろう。
この有り余る元気を人々に分け与えるため、蝶の楽園パピオンパークというテーマパークを作った。そこでぜひとも武藤和樹と、気は進まないが津村時子の両名に遊びに来てほしいと思ってね。二人に会わせたい人がいるんでね、揃ってきてもらわないと俺のせっかくの楽しみが満たされない。だから招待状を錬金船団に送ることにした。船団の命令なら二人とも来ないわけにはいかないだろう。ではパピオンパークで会えることを楽しみにしている。パピオンより愛を込めて。ああ、パピオンパークに行くことが任務なんですか？招待状とは別に、パピオンはタクガネの持つ力をパワーアップさせるために必要な特殊鉱物を手に入れた。そう錬金船団に告げたのです。角金をパワーアップ、そんなことができるのか？おそらくその特殊鉱物をもとに新しい角金のような合金を作るのでしょう。特殊鉱物？そう、特殊鉱物パピオニウム。パピオニウム？けったいな名だな。自己主張にも程がある。特殊鉱物の名前はさておき、タクガネの管理は我が錬金船団の重要任務。ビクター船の終結をもって研究は凍結。そう決定した我々としては、特殊鉱物による核金の製造は阻止したい。パピオンパークに潜入し、パピオニウムを回収する。それが今回の二人の任務です。できれば今すぐにでも。大船士長、話は聞かせてもらいました。俺もその任務参加させてくだす。こうだ。ひどい熱だ。ああ、先輩の冷たい手が額に。先輩の指、滑らかで、すべすべだな。気持ちいいな。ふわふわだな。うわ、どんどん熱が上がってきたぞ。任務どころか立っているのもやっとじゃないか。無茶を言うな。でも無理をするな。こんな体調で任務になんか参加できるわけない。先輩が俺のことを心配してくれてる。いつものスパルタンな先輩じゃないみたいだ。これは夢なのか？多分これは夢だろうな。すんなりとはいかないかもしれないが、パピオニウムは渡してもらう。だからゴタ、今はしっかり風邪を治せ。話がこじれたらぶちまけてやるから心配ない。
先輩。話がこじれたらぶちまける。それが一番心配なんですよ。パピオニウム回収任務のことは二人に任せなさい。戦士ゴータ、今のあなたの任務は風邪を治すことです。しかしゴータ、おとなしく寝ていなさい。はい、力になれなくてすみません。気にするな。お兄ちゃん、また任務なの？すぐに行かなきゃならないの？すいません、聞こえてしまったもので。パピオンパークに行くんでしょ？いいなぁ、一般公開前に入れるなんて。かーずき、トキコシャーン。結局、みんなで行く前に二人っきりでパピオンパークかよ、この裏切り者。お土産、期待してるぞ。今から行くの？気をつけて。先輩を頼むぞ、武藤。心配性だな、ゴータは。俺はゴータを寝かしつけたら後で援護に行く。わかった、じゃあ行ってくる。やあ武藤、待ちくたびれたよ。そこの仏頂面の女も。パピオン、パピオニウムとやらいうふざけた名前の鉱物を渡してもらおう。断る。こんな面白いものを俺が素直に渡すわけないじゃないか。我々錬金船団はホムンクルスを人に戻す研究、それ以外全ての研究を凍結した。パピオン、貴様も船団の意志に従うことに同意したはずだ。その時はな。だがパピオニウムなんて新しいおもちゃを手に入れてしまったんだ。遊ぶなっていう方が間違ってる。おもちゃは遊んでこそ価値があるんだ。なんだ？会わせたい人がいるって言ってたな。一体どこの誰なんだ？ああ、遠く、遥か遠くから来た客人だ。そのために素敵なパーティー会場で盛大にもてなす準備をしてある。俺は一足先にパーティー会場に行くから、後を追いかけてきてくれたまえ。ではでは。くそ、逃がしたか。行こう、トキコさん。もし君が真実を知りたいと願うならば。
一つ自慢し忘れたことがあった。パピオニウムを俺なりに合成して特殊核金を作ることに成功した。なんだって？何しろ俺は超天才だからな。発動させている武装錬金の防御力アップ、攻撃力アップなど様々な効果を持たせた。各所にパピオン印の核金がある。使ってみるといい。使うって言っても何に使うんだ？もちろん正式な招待をしたんだ。おもてなしの準備は万端。なぜこんな集団がここに？蝶野！こいつらで思う存分パピオン特製核金の使い心地を味わってくれ。では。
第一ステージ突破おめでとう。けどここはほんの通り道に過ぎない。パーティー会場へは一旦パークを出て造成地を通ってきてくれ。もちろんホムンクルスのおもてなしもある。それはパークの外にもホムンクルスがいるということか。一応俺の持ってる敷地の中だ。でもパピオンパーク内よりは警備は手薄。放っておいたら外へ出てしまうホムンクルスもいるかもしれないな。もし市街地への被害が心配なら、そこにいるホムンクルスを殲滅しても俺は一向に構わない。では行こう、トキコさん。ああ、ホムンクルスは全て殺す。そうそう、おもてなしの用意を誤解されるのは心外だから、これだけはきちんと言っておく。この動物型ホムンクルス集団はドクター・アレクのクローン技術を応用したこの俺特製のホムンクルス。ホムンクルスを作るための犠牲者は誰一人出していない。安心しろ。そんなことで安心できるか。こいつらが街中で暴れ出したらどうするつもりだ。ホムンクルスを止めるんだ。行こう、トキコさん。ホムンクルスを殲滅せよ。Double! Kick the gas! Kick the gas!
外にいたホムンクルスは全滅か。まあいい。これから先はパーティー会場になっている俺のラボまで一本道。パピオニウムを渡してもらおう。せっかく会場を用意したんだ。そこまで来てもらわないとつまらない。話はそれからだ。早く来てくれ。待っている。ラボで会おう。では蝶野、一体何を考えているんだ。急ぐぞカズキ。